入るぞ。結構あれかな、後半戦みたいな感じにはなってるのかな。ニューエリアやっばー、ドンキーコング。上から下に転がりたい。進んでないか。あの上のあれ入りたいわけでしょ。あれこれに入りたいんだよね今。入れないよな、あれ。入れるか。入れないんだけど。どれだよ。俺と軸が合ってるのは誰だ。倒れてしもたものっていうのはもう戻らんのやろか。いや、こっから入れるか。入れた。なんだこれ。ようこそ。警戒色の強いやつ出てきたな。尻尾の先端をまず、いや何も見えないけどね。ページになってんじゃないこれ。なんでだ。キモい。はい、とりあえず一ステージ目があったから入ってみようか。あ、変なものはなさそう。こんなに長くなれるわけなくない。456でしょ。ああ、上にもある。なんか向こうにあるあれを食べてこいと言ってる。俺はどちらかというとこの壁を壊す方法みたいなこと言ってるのかな。弾を使うと実はなんかポテンシャルが移動する可能性がある。なかった。いやでもこれをこの場所で食べちゃった時に、要は体が伸びない状態で食べるとそっちが勝つというやつ言っている。下も長さ4の状態から始めて、たまたま上へ引いてよかったな今。こいしょ。そしたらあとはうまく生き延びるように食べなさい。の面白いね。食べないということを、もともとこのゲームはうまくよくできてるからさ、食べるっていう行為も目の前にあるから食べ回すだと解けないんだけど、それにしたてなおさらだよね。さらに解けなくなってきた。食べないことのメリットをもっといろいろ使え。そんなステージでもなくなったんだけどね。いや、そうだよね。そうだよね。柵を壊しなさい。長さ4だから自分が食べるのは1つ。なんだけど食べるときに破壊を伴ってたから、手前に壁が欲しいからこいつが引っかかりになってほしいんだよね。だから、このパーツをどうやって回すというか。切るのは簡単なのよ。いや、先切るか。お、簡単って言った？言った。このパーツだったら、なので、ここに、幅3ができるから勝てそうだねというのはビジョンがあるね。こうだね。ぐにょん。で、なるほど。柵を開けると必ずその後食べるという処理に入るか。そうなるよね。温室？すごい木が南国木ですね。壁を作って長さ4。自分が食べるのは1つ。食べられるのはここにあるこれだけ。これを食べるのに食べてない扱いにしてあそこまで伸びないといけないのでぐるぐる巻きをあっちに持ってきたいわけよ。多分これは方向転換ぐらいは1回や2回かまさないとダメなんだろうな。何も考えずに方向転換だけしてみよう。はい。入れる？いや、これ。何？どうやってまっすぐつもりだったの？どうして回せたんだ？上下に回した。これを使って左右に回したい。このなると何ができる？いや、狭い道を作ろうね、なのよね。こういう道があって、上にも横、あ、ちょうどいいじゃん。上にも横にも飛び出さないこのパーツが欲しいわけよ。ここに入れればね。これに、転がって入って出ればいいのかな。できないん。いや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 。この一工夫がめちゃめちゃおもろい。食べてないよー。食べたよー。うん。ここはまあまあまあ、これでしょ。で、案の定、回転を入れないと多分、麦が逆だったのかな。うまくはま、うん。多分、距離が足りないんだろう。このゲームのやらせたいこと大体分かってきたからね。やれそうなことはやる。このステージは、スタートがおかしいステージではあるね。いつメタが仕込まれてくるかわかんないから。1234567、1234567。食べるんだけど、壊すんだけど。後ろに伸びないって自分で自分の尻尾を巻き込んでれば多分大丈夫だよね。これをさ、あれかな。これを尻尾で手前に引き寄せるのがまず難しいよねって言ってるよね。多分難しい。一つはいや、難しいよな。難しくないな。こういう。とりあえず一個食べちゃっていいか。食べる必要あったのか？これが、こうなったのを、自分の尻尾が巻き込まれた状態を作りたいね。何言ってんの？スーパーキモいスーパーキモい。なんやこれ。立体になった虫くん。尻尾の力では押せないよと言っている。そして伸びるのは上のみ。回転ができるわけでもなく。この状態何もないなぁ。尻尾の力では割れない。だから、プレイヤーの体で押し付けるで間違っちゃないと思うんだが。ちょっと待ってよ。尻尾が動かない。プレイヤーは口が先に伸びるが必要だよね。まあ、必要だよね。まだどこでしょう問題ですから、どこでしょうね。これだとダメ。これだと自分が移動して尻尾伸びるからあんまり意味ない。さっきの上に伸びるの使うのかな？何使うんだろう。別に回転できたりするわけでもないしな。見つければ勝てるのかな。この状態で下を食べても尻尾が伸びるだけ。他にできること探す。いや、最初に2つ食べてないが出てくるのかな、じゃあ。出てくるのかな。食べないと押せないと思うんだけど。で、食べ残しは許されへんよね。食べないといけない。あんまり間違ってはいないと思う。プレイヤーが食べてないという状態が維持できればいいんだよね。移動してから食べちゃう。この場所でこうなった時に食べるといいのかな。いや、同じだよね。変わんねえ。なんだ、あ、だから、でも同じだよな。どっちにしても尻尾はただ伸びて、これはあ、そっか。まず頭が伸びちゃうのか。そうだ、そうだ。まず頭が伸びようとする。頭が伸びない場合は尻尾を伸ばそうとする。尻尾が伸びない場合に、違う、求めてることがわからんのだけど。まず頭が伸びる。頭が伸ばせない場合は尻尾が伸びる。尻尾が伸びない場合は頭が柵を突き抜ける。尻尾が伸びない場合でも尻尾が柵にある場合は尻尾は柵から上に伸びる。今の回答は、頭が柵に向かっていて、尻尾が柵に向かっていなくて、壁がある状況が必要なんだけど、ないので、なんだろう、これもう気づきのステージだからインサイト見るべきなのかな。上にぶち上がった後に、こうすればええやんっていうのを見つけないといけないだけのステージなのかな。上に上がるのが不正解なら、なんかもうそれはそれでそうなんだなんだけど。何が正解なんだ？この取り方以外があるんだろうな、多分。いや、これで尻尾が曲がっていて、一体何なんだ？これがね、わかんないんだよね。使い道が。割らないと入れないわけで、別にサイドから割るのとかでもいいんだけど、どっちにせよ、いや。こういうの弱いね。ここで食べると頭が伸びちゃう。わからん。インサイト見てみよう。知ってるけど。え、ちょっと待てよ。尻尾、あれあ、んああ、じゃあやっぱ食べ方間違ってたんだ。でき、あるじゃんってことね。自分の体で尻尾を妨害する食べ方あるやんと言ってるだけやね。そうか。これなんで見つけられないんだろうな。そんなものないと思い込んじゃったんだな、どっかで。あと、どうやったらできるんだ。こう来てここで巻き込んでいかないといけない。それができないんだな。弾が邪魔で、ぐるっと巻いてくる動き方ができない。そう、ずっと、これをやりたいんだけど、これができるような場所に、あの玉を置いておくことができない。自分の頭が下に向かって伸びて、尻尾は自分の体の内側に向かって巻いている状態だから、ここでカーブで切るやつが欲しい。違うな。ここでカーブして、ここで戻る。あ、ちょっと待ってよ。尻尾が、どうやってさっきの形作るかなんで、ね、もう。どうやってさっきの形作るんだ。あの閉鎖空間はないから。だから伸びてきて。下から伸びてきて、破れ。ああ、海側だ。こっち側に尻尾を伸ばしといて、こう来るのか。いや、この動き方がちょっと全然違うじゃん。それはだって、あれ?これ何が違うんだ?尻尾側から伸びて、ああ、外側に向かって、だから、こうね。いやー、出てこねえ。これ出てこなかったな。っていうか、逆なのよ。尻尾で上にぶち上がるの方が出てきちゃったから、それが答えだと思っちゃうじゃん。違うんだ、ここ。そうじゃねえんだ。いやー、悔しいな。悔しいな。自分の体で尻尾をガードして頭の方を伸ばそうねって一番最初に言ったんだけど、できないね。で、発想を切り替えちゃったんだよな、俺。無念。入り口はないから、あれをやんないといけない。あの子の向き、違うな。接続して上から下に伸ばしてこないといけないんだね。まあ、全体像を見るか。このエリアは即行けるやつ。このエリアは接続先がないやつ。このエリアはメタエリアっぽいやつ。5。頭にたどり着いてないので、まだこいつらの向きを変えようねっていうステージはできないはずだよな。3、自分の体にあれを食わせろ。食わせるというか、あの弾を落として、でね。わはあわはあわで。と。で俺がなんか邪魔をしているらしい。運搬するときに下に落とさないようにしたい。あ、違うな。あいつは、次のステージに接続させるために必要なやつか。でも何するかわかんないな。ちげえ、必要だ。なんかわかんないけど、使うらしいな。これに対して私が取れるアクションはないんだけど。あのパーツを拾うこともできない。下に落としたパーツをどこに使うのか。初期盤面がこうなんだ。だからこの物体を使えばここの2箇所の連結ができて、じゃあここの線は何なんだろうね。ん？おかしい。おかしいな。あ、いや、わかるわかる。こことここをつなぐのと、こことここをあの子でつないで、そして自分はゴールするっていう段階が必要なんだね。だから、これを取る手段は必ずあるやんけ。なんでこれが出てこんねん。で、下に落とすことなく、あの球を打つのに、自分が増えない。だからなんか、檻のようなものを作って、自分が尻尾が伸びないような仕組みをひたすら作ってあそこまで行くっていう仕組みを、今から、作らないといけない。なんとなくこの子は上下逆な気はするよな。上に向かって歩きたいわけだ。いや、これを使って頭に向かって、この子がこのスペースでうーんと、それを食べるんだけど、ああ、逆の逆だったかもしれねえのか。これが、うんふん。千万。これがこう先に入ってて、そこに向かってこれが入ってきて、なんかうまくやれそうだけどな。これをなんとかしたい。食べても、食べて前進しても大丈夫な仕組みだから、この檻がまず、でもこれを左右逆転させるには、変なところで回んないといけない。一本道みたいなところがないな。上左って進みたいんだから、フリップだと思うんだけど、でもこれ、この形、こういう囲う形から、どうしたいのですよね。この光ってる球を内側に入れときたい。で、その状態で私は、あそこに入りたいんですけどね。全体もう一個下？ちょっと逆になっちゃったけど、まあこうよ。で、これで、左に移動する。いや、マジフリップどうやってするんだろう。この字になってるやつが逆だと思ったら、あのパーツをプレイヤーは動けるようにする。あれ、合ってる。これで合ってるわ。だから下のあのパーツが上に来るべきだったんだ。難しいぞ。難しいぞ。どっから手つけりゃいいんだ。こいつがまず逆で、これを下げてきて、これの上にこれが刺さって、違うな。なんか違うな。俺、こっから左に向かって歩きたい。やっぱこの字が逆だったら全部うまくいくよね。上に行けるし。いや、うまくいかないか。左に行ったら、尻尾生えちゃうか。ん？上と左っていう両方をずーっと支えながらも、お尻にあるというのを自分が上に行った時に、後ろの支えもずっとついてくるように、自分の前方にフックがあって、フックで全体をスライドさせるよねっていう形状なんだよね。だけど、イメージができないな。イメージができれば勝てるけど、でかいくくり。でかいくくりが下にある意味がないでしょ。置き去りにしちゃうから。でかいくくりが上にあって、マジわからんな、これ。どっちも同じ2マスしか間に入ってないんだよね。なんか、ガチャッと重なる感じではないんだよな。自分の尻尾が後ろに飛び出すともう食べちゃうから。この状態で、イメージができないな。なんかそういうものを作るだけなんだけど、回転、もっといろいろできるのかな。この物体を上下以外の方向に回転させる方法がある？この水のこの空間を使うと、いや、これはもう上下だよね。この字を、しかないで、上の柵があるから、そこを使ってね。うわー、むずいなー。これインサイト見たら一発で終わりだもんね。インサイト見ちゃうとその形作るだけだからなー。見たくねーけど解けねー。この形を左に引っ張るには、あのフックを使うとできる。上はわかんないっす。この2つの物体、でかいやつの中にこう入れるっていう形だとなんか動かないよな。常に頭も尻尾も幅2をキープし続けて移動できる構造が欲しいわけですよ。だから L 字みたいな、スモール L 字みたいな囲いができているのが望ましいんだけど、この字の左右を入れ替える手段がないので、この字の左右を入れ替える手段はない。長さが3以上ある虫じゃないとそれはできないけど、長さ3は今取ってはいけない。インサイト見るか？これ、インサイト見たくないな。何なんだお前は。この形のポテンシャルがわかんない。何ができるんだろう。回転できない。なんか忘れてるのかな。この2つのパーツがさ、なんか1つの形になってくれへんねん、さっきから。この内側にこの字が入るパターンって上側だろうと下だろうと、だから何なんだよね、それができるものって。上方向には移動できますよ。でも頭が左を向いた途端に頭が伸びて終わりだよね。いや、尻尾か。尻尾は伸びて終わる。だからさ、俺が欲しいのってこの L 字なんよ。この L 字の空間にプレイヤーがいて、上にも移動できて、横にも移動できる。横横横上上上、横横横みたいなのをここまでもキープして弾持ってこれればちょっと待て待て待て。弾持ってけばいいんだから、横横横だけでいいんだか。勘違いしてましたね。弾を横にひたすらスライドさせればよくね？あ、いや、食べちゃうんだ。食べちゃうから、いや、最後の最後まで、なんかその形は維持して持ってきたい。だから、縦長か横長か、あ、普通に乗り換えるだけでいいのか？合体系を考えなくていい？右上だ。合体系じゃないじゃん。右上のこの階段状になっているところはもう、それを表していたじゃないか。この形を上に挟み込んで、で、これを使って、まずは上に来いなんじゃん。なんだよ。わかっちゃったぜ。わかっちゃったぜ。方針を間違えたね。大きく方針を間違えたね。頭がどっちを向くかは、頭上向くんだろうな。だから、これは、こっちだね。で、このパーツを上下ひっくり返して、上にはめ込んどく。クソ簡単じゃねえか。これよかった。インサイド見なくて。ここを通ってこれれば勝てる。よかったー、見なくて。いや、これは自力で解けてよかった。そして、次につながる形状を組んでんねんですよね。長さ3になったから、この形も拾えるし、この形が拾えるし、これ上にはめられるし、この字は逆転だから、はめ込んでフリップできるわね。何でもできるようになっちゃわない。逆なんよ。こっちね。それをうまくやりたい。話が違わないか。簡単じゃん。簡単じゃん。これさ、ここ接続した後にメインの親ステージの形変えた時にちゃんと接続って残るのかな。今後のためにこれをやりました。いや、でもすっきりした。よかった。よかった。複雑に考えすぎてた。ザ・ゴーレムで求めてるようなことを考えてた、ずっと。あの上の配線はだから上から投げて上から飛ばしてこいだから、俺気になるんだよな、あっちこっちにこれあるの。え、ちょっと待てよ。いやいや、この台自体が回転、え、これどこにつながるの？このエリアおもろいね。ヘッドに行くにはもう少し解かないといけないか。長なんだこれ、ステージじゃん。なぜヘッドにはこれだ。このステージはかなり、これさ5分の5って書いてあるけど、トータルの数はそれはそれで別で出してほしくない？ 10 か、10分の5。とこの、うんとこのエリアで、次にこいつに接続するのはかなりもっと頑張らないといけないね。ステージの形を変えるのもちょっとまだ難しそう。はい、まあパズルを普通にやっていこうって感じだな。さっきのステージ、違う、あれどうだっけ、あれどこだっけ。あ、なんか変なとこ解いてるね。上から来たラインが、いや、ここに入るがなんかあるんだろうな。だから、これ上から普通に投げてこれるような、ここか。これが、あれで。ねえ。このステージ入り口がない。ああ、このステージの入り口は、ここがアクティブにならないとダメだな。これ何なんだこれ。それは分かんないのよ。それをアクティブにする方法を知らないのよね。まあ、とにかく。あ、だからこれが今、と、ん？このパズルはここではないのか。これさ、ここで光ってるやつって何のことを表すんだじゃあ。今解けないパズルは出てこないんだとすると、あんまり当てにならないってことね。そっか。まあいいや、次はじゃあこれをどうやってやる？乗り越えないといけないの？その感じ何なんだろうな。なんでここでそういうのやらせるの？上の木が曲がってる。ああ、この辺で本当にあれじゃない？上に向かって伸びるのをやらせるステージなんじゃないのかな。とにかく今日はここまでにしましょう。お疲れ様でした。